にゃーにゃん。そんな感じです。団長は全問正解したらご褒美あるの？なんかね、昨日からようわからんけど、そう、なんか昼過ぎにさ、ディスコ来て、かなたん、まつり先輩、それどん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 ね、わためえ連絡来てさ、まあ、わためえはただおっぱいが揉みたいだけみたいな感じだったけど、なんか、その、地図成功、その全部埋めたら、なんか団長の大巨器触りたいみたいなさ、なんだそれと。なんかルシアがさ、なんか今日、2時ぐらいかな？そう、2時ぐらいに、ディスコ来て、あ、ルシア珍しいと思って見たら、え？なんか日本地図満点だったら、おっぱいもらえるってマジみたいな。チチもらえるってマジって、なんかさ、絵文字とかなしで来たから怖ーと思って。あ、待って、ルシア結果出たの。え、待って、ここ何点だろう、みんな何点だと思う？ルシア100点だと思う。45点？嘘じゃん！え、そんな間違ってる？え、そんなことないよ！そんな僕…それじゃ間違えるわけない。答え合わせ！じゃじゃん！え？あなたの点、得点は47件つ…え、どこが違ったの？青森！違う違う、2は青森だって！いや、2は青森知ってたって！ね、なんで秋田なってんだよ！いや、じゃあ2は青森って言ってたじゃん、ルシア！いや、わかってるよ、青森くらい！北海道の下、青森が強いことくらいわかっとるよ！なにこれ！いや、これ違う違う、これもう、違うよ！あと1個？いや、ここはま、ここ入力ミスだよ、みんな！いや、ここ入力、ふざけんな！ここ、あ、こいつ、ここは46点です！ここは、ここ40、4、5、4、岡崎バツ。なんじゃ、なんだったの？白岡！え、惜しい。え、でも2問か。え、でも思った以上にできとる。え、ルシア、大敗してる。怖いよ。ちょっと、え、一応さ、ルシアがさ、全部できた時用にさ、用意してたんだけどな。ちょっと待って。ほら、こうなってんの、こうペッタン T シャツになって、ここのね、あの写真の切り抜きあげようと思ったのに。団長とかルシアに T シャツあげるか。え、使わんかったな。ちょっとルシアにT シャツあげてきていい？さっきのペッタン T シャツ、いや着たかったわ。え、せっかくさ、ルシアに父もがれた時用にペッタン T シャツ用意してさ、胸なくそうと思ったのに。はあ、え、ディスコ確認して。ディスコ？なんかちょうどいいね。なんだろう、この T シャツ。ルシアに父もがれた時用に用意してたんだけど、必要ないからあげるねって書いてありますね。なんでこんなの着なきゃいけない。ふざけ、ちょうどいいサイズ持ってくんじゃねえよ、しかも。サイズちょうどいいじゃねえか。なんだよこれ。なんで知ってんだよサイズ。 T シャツのサイズめちゃくちゃちょうどいいじゃねえか。これ着心地最高だよ。寝巻きにするわ。もうありがとう。変化なし。やっべ。